パウロ・コスタは、ブラジルの男性総合格闘家。ミナスジェライス州、ベロオリゾンテ出身。ファイトレディ所属。UFC 世界ミドル級ランキング2位。元ジャングルファイトミドル級王者。幼い頃はサッカーを経験。また、ストリートで喧嘩ばかりしており、規律を学ぶために9歳からムエタイを始める。17歳の時に、兄と共に、ブラジリアン柔術を始めるも、 父親が咽頭眼で他界したためすぐに中断した。数年後、紫体を取得していた兄の指導のもとで、ブラジリアン柔術のトレーニングを再開。その後は、母親の家計を助けるため、不動産業と情報技術の教師として働いていた。2012年、プロ総合格闘技デビュー。2014年3月に、ザ・アルティメット・ファイター、ブラジル3に、 バンダレーシューバチーム所属で出場。2016年5月21日、ジャングルファイトミドル級暫定王座決定戦で、エドアルド・ラモンと対戦し、リアネイキッド・チョークで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。2016年9月3日、ジャングルファイトミドル級タイトルマッチで、アドリアーノ・バウビーと対戦し、パンチで小勝ちを収め初防衛に成功した。 2017年3月11日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ガストラムで、ギャレス・マクレランと対戦し、パウンドで1四個勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年11月4日、UFC217 で、元 UFC 世界ウェルター級王者の、ジョニー・ヘンドリックスと対戦し、右アッパーで2四個勝ち。 2018年7月7日、UFC226 でミドル級ランキング9位のユライアホールと対戦し、ニ r ールに右ボディブローで TK を勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年4月27日、全米アンチドーピング機関がコスタに2018年8月10日から6ヶ月間の出場停止処分を課していたことを発表した。 2017年6月3日の UFC212 と同年11月4日の UFC217 の計量後にコスタが生理食塩水と胃薬の摂取に点滴を使ったことがアンチドーピング規則の禁止行為に該当したためでそれぞれの試合を管轄したブラジルアスレチックコミッションとニューヨーク州アスレチックコミッションからは罰金処分ものみを課せられた。 2019年8月17日、UFC241 でミドル級ランキング2位のヨエル・ロメロと対戦し、壮絶な打撃戦を繰り広げ、3から0の判定勝ち、キャリア初の判定決着となり、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2020年3月23日、全米アンチドーピング期間が2017年6月2日と11月3日に、 コスタに禁止行為の点滴を進めて処方した、ブラジルの医師に2年間の資格停止処分を課したことを発表した。2020年9月27日、UFC253 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者イスラエルはデサニアに挑戦。1R から蹴りで試合のペースを握られると、2R にテンプルへの左フックでダウンを奪われ、パウンドで TK を負け、 王座獲得に失敗し、キャリア14戦目にして、初黒星を喫した。なお、無敗の選手同士が、タイトルマッチで対戦したのは、男子の試合では2009年の UFC98 で、行われたラシャド・エヴァンス対、両と町代来、UFC 史上2度目となった。ミドル級屈指のハードパンチャーで、パンチでの打ち合いに滅法強く、コティ k o 率が80%を超える。 爆発的な攻撃力に加えて、攻撃を相手の顔面とボディの上下に的確に散らし、パンチでの打ち合いの中で、ミドルキックを織り混ぜるなどクレバーな面も合わせ持つ。また、82%に達する高い、テイクダウンディフェンス率を誇る。ありがとうございます。